はい、どうもこんにちは、福田です。今日もデータの検証していきましょう。今日のテーマはデータドッグの特徴を検証していきたいと思います。よろしくお願いします。このチャンネルなんですけれども、普段あんまり見ることのない過去の株価のパフォーマンスデータですね。これをちょっと詳しく見ていくことによって、今後の投資の参考にしていただければっていうふうな。 そういったコンセプトのチャンネルとなっております。てなわけで、今回の対象なんですけれども、アメリカに上場している個別名がですね、データドックになります。で、ベンチマークは、一応これハイテック株だと思うんで、それなんで、ナスダック100のインデックスファンドの999ですね、こいつをベンチマークとして設定させていただきます。で、検証期間は同期間比較していきたいので、2019年の9月の19日から、 2023年の2月の28日でやっていきます。で、まずですね、このデータドック単体での過去のパフォーマンスを検証していって、で、それをやった後に、999のパフォーマンスとの比較をしていきたいと思います。で、見ていくリターンの種類は、配当を再投資せずに受け取った場合のリターンである、配当受け取りのリターンで見ていきます。 で、最初に結論なんですけれども、えー、まずですね、えー、このデータドック、えー、投資前提としては、まあ基本的にアメリカのハイテク株に対して強気っていうふうなスタンスになると思います。 で、999の上昇相場でのパフォーマンスなんですが、これはデータドックは999よりもリターンが高かったんですけれども、逆に999の下落相場では、このデータドックは999よりもリターンが低いっていうふうな、そんな感じになっておりました。で、ここからデータ見ていくんですけれども、注意点二つありまして、まず、ここから見ていくデータ、ないしはパフォーマンスですね。 これの再現性は保証されていないっていうことと、あと検証期間変更するとパフォーマンスが違ってくるかもしれない。この2点をご留意ください。では以上を踏まえた上で、ここからデータを見ていきたいと思います。 はい。ではやっていきましょう。まずはですね、サンプルサイズの確認から、というか単体での確認になります。で、一応用語の解説はですね、動画の概要欄のところにも書いてありますので、そちらも適宜参照していただければと思います。で、サンプルサイズなんですが、これですね、単日が1営業日、1ヶ月が20営業日、で、1年単位で250営業日で取ってあって、で、マックスで3年っていうふうなサンプルになってるんですけれども、これ見るとですね、単日でもサンプルサイズが866と、そこ まで、多くなくなてで3年のサンプルサイズ、つまりは750営業日のサンプルサイズになってくると、117とかなり小さくなっております。で、まずですね、上昇と下落の確率確認していくんですけれども、これ、単日ベースで見てみると、51%ぐらいで、1ヶ月だと56%で、これが6ヶ月ぐらいまで続いていって、で1年になってくると大体71%で,で、3年間通した人は100%の確率で利益が出ていた。つまりは え、これですね、データドックに3年以上投資した人っていうのは、まあ、基本的に全員が利益が出たっていうふうな、そんな形だと思います。で、裏返せば、このデータドックを3年間以上空売りしてた人っていうのは全員が損したっていうふうな、そんな形になると思います。で、お次にですね、平均リターン見ていきます。これはキャピタルゲインとインカムゲインはスタートータルリターンで出してあるんですけれども、これ見ると1年間の平均リターンが50.09%と結構高くなっておりまして、これは100万資したらば1年間で平均して50 10万円利益が出ていたつまりは資産が1年で平均して1.5倍になっていたというようなそんな意味になりますで2年間だと132.08%なのでそれなんで基本的にこのデータドックに100万円投資したらば平均して2年間で2.3倍ぐらい資産が増えてましたよというようなそんな形になっていたみたいですで3年になってくると基本的に3年間で平均して資産が2倍になっていたというような そんな形だったみたいです。で、お次に見ていくのが平均配当利回りなんですが、これのデータドックは配当を出していなかったので、ここは全部ブランクとなっております。 で、平均リターンの内訳見るんですけれども、これですね、キャピタルゲインとインカムゲインの内訳手が、えー、割合なんですが、基本的にインカムゲインというか配当を出してないので、全部がキャピタルゲインで構成されております。で、お次にディスクの大きさの標準偏差を見ていくんですけれども、単体で見てもわかんないので、後の比較のところで詳しく見ていきます。で、同じく投資効率はシャープレシオも単体で見てもわかんないので、後の比較のところで詳しく見ていきます。で、次、一番運が良かった人のリターンの最大リターンを見ていきます。 これ、単日で見てみると、一番運がいいと、このデータドックに100万投資したらば、1営業日後に23万円ぐらいの利益が出ていたっていうふうな形ですし、1ヶ月なんかだと、一番運が良かった人は100万投資したらば、その100万、えっ、ー、と、100万投資したらば、1ヶ月後、つまりは20営業日後に80万円の利益が出ていた。つまりは1ヶ月間で資産が、だいたい1.8倍ぐらいになっていたっていうふうな形だったみたいです。で、1年間で一番運がいいと、えっ、ー、と、298.22%のリターン、 なので100万投資したらばだいたい298万円のリターンが出ていた、えー、つまりは一番運がいいと,、えーえー、と資産が1年間でだいたい4倍ぐらいになっていたというふうな形みたいで,で2年間だと5.5倍で、えー、3年間だとちょっと下がるんですけども、まあ、いずれにせよ、ね、資産が3倍近くなっていたみたいですで、えー、じゃあ逆の場合の最小リターンを見ていきましょう、えー、これ1、えー、営業日間でというか単日で一番運が悪かった人っていうのは100万投資したらば1営業日後にだいたい18万円ぐらいの損が出ていて1ヶ月だと。 100万投資したらば38万円で、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月とかなってくると、大体ですね、資産が半減とか、そんくらいまでいっていて、で、1年になってくると、6割近く資産を失っていたっていうふうな、そんな形だったみたいなんですが、これ3年になってくると、どんだけ一番運が悪かった人,悪かった人でも、100万投資したらば、その100万が3年後にですね、大体156万円になっていたっていうふうな、そんな形だったみたいです。 とりあえず、これが単体でのパフォーマンスの検証でした。では、お次にやっていくのが、このデータドックとインデックスファンドの999ですね。こいつの比較になります。まず、平均リターンの比較をしていきましょう。 え、こいつで見ていくと、1年のところを見ると一番わかりやすいんですけれども、基本的にですね、このデータドックなんですけれども、999よりもえ明らかにパフォーマンスが良かったことがわかります。そもそも999自体も1年間の平均リターンが1 7 5などかなりですね、絶好調だったわけなんですけれども、データドックはですね、その2倍以上の50.09%っていうふうな形なので、まあこれ、そもそもの市場環境としてはめちゃめちゃえハイテク株市場全体は好調だったんだけれども、その中でもデータドックはそれをははるかに に上回るリターンを達成ししてていたっていいたたとうそんな形だったことが伺いしていますで、他の短日から3年、他にそこで関してもですね、まあ基本的にはこのデータドックは全部のリターンで999を上回っていたってことがわかります。で、お次に見ていくのが平均配当利回りの比較なんですが、データドック出してないので、999の配当利回りの確認って形なんですが、まあ基本的にハイテック株市場は配当利回りが低かったってことがわかります。 で、お次に、リスクの大きさの標準偏差、比べていきます。これ見ると、明らかに、このデータドックは999よりもリスクをたくさん取っていた。つまりはですね、リターンの振れ幅の大きさ、こいつがですね、999よりも圧倒的に大きかったということがわかります。で、これ1年間なんかで見ていくと、まあ、999の標準偏差も30.41パート結構大きいんですけれども、データドックはですね、その倍以上のですね、70.95%っていうふうな形なので、 ま、こっから見てみても、明らかにデータドックの方が、ま、えっと、リスクは大きかったってことがわかると思います。で、お次に、投資効率を表すシャープレッシュを見ていきましょう。え、これですね、何とも言えないところで、というかですね、え、ここの2年ぐらいまではほとんど変わらないんですけれども、え、なんとなく見えるのがですね、え、このデータドックっていうのは、え、確かに、え、999よりもリターンは全然いいんだけれども、ただそれ相応にリスクを取ってしまっているがゆえに、リスクは、えっと、リターンあるリスクのシャープレッシュを、つまりは投資効率を表した場合にはですね、 で、このデータロックっていうのは999とそこまで変わらないよっていうふうな、そういったことが確認できます。で、3年に関してはなんならばデータロックの方が999よりもシャープレーシューが低かった、つまりは投資効率が悪かったってことが確認できます。 で、お次に、連動性争ラ関係数見ていきます。これ見ると、基本的に強い純相関となっているので、なんで、999が上昇したらデータロックも上昇して、999が下落したらばデータロックも下落しているっていうふうな、そういった関係性が見て取れます。で、お次にディスク倍率見ていきます。これは、999の、データロックのリスクを999のリスクで割った数値なんですけれども、 要はデータロックが999に対してどれだけリスクを取っていたのかということを示したものになります。で、これで見ると、基本的にこのデータロックっていうのは、999に対して2倍から3倍ぐらいのリスクを取っていたってことがわかると思います。で、相関係数とリスクバ率ズ掛け合わせたのがベータって数値なんですけれども、これは感濃度を表します。で、これ単率が1.34となってんですが、これは要は、999が単率で1%上昇したらデータロックは1.34%上昇して、 999が1%パー下落したらば、データロックは1.34%下落しますよっていうふうな、これ理論値なんで、絶対にその通りになるとは限らないんですが、そういった関係性を示しているのが、このベータというふうな数値になります。一方、1年で見ると、2.07となっているんですけども、これ要は、999が1年で10%上昇したら、データロックは20.7%上昇して、 999が10%下落したらば、データロックは20.7%下落しますよっていうふうな、そういった関係性を示しております。で、このベータがダスターですね。 さっきのデータドックのリターンのうち、まあ、そもそもどんだけがマーケット全体がそもそも好調だった部分によって達成できた部分のリターンで、でデータドックの個別メーカーとしての実力というかですね、まあ、データドックの個別メーカーとして達成できた分のリターンっていうのはどれくらいなのかってことがわかるんですけれども、それがこのベータのリターンとアルファのリターンというものになります。で、このベータのリターンがですね、これがさっき言った、そもそもハイテク株市場が好調だったから、それに引きずられて得られた分のリターンというのが、 ベータのリターンででアルファのリターンっていうのがこれがマーケット全体とは関係なくってその銘柄の独自の値動きによって得られた分のリターンってう見合いになりますでベータのリターンの計算式はバインチマークつまりは999ですねこれの平均リターンにとさっき見たキャンモードであるベータ値ですね え、これを掛け合わせたものになるので、え、つまりはこれはですね、要はマーケット全体のリターンがこんくらいで、で、それとの可能度がこんくらいだったらば、じゃあこんくらいのリターンが得られたはずですよねっていう風な理論リターンになります。で、一方、アルファのリターンの計算式は、え、柄の平均リターンからベータのリターンを差し引いて残ったものになります。え、つまりはこのアルファのリターンっていうのは、え、 感濃度を加味した理論リターンでは説明がつかない分のその名側の独自のリターンというような、そういった意味合いになります。で、これで見るとですね、基本的にここの1年のところまではですね、リターンのうち大部分が基本的にベータのリターン、つまりはハイテク株市場がたまたま好調だったから得られた分のリターンということで説明つくんですけれども、ただですね、少なからずアルファのリターンが出ているので、それなので、基本的にこの単日から1年に関して言うと、リターンのうち半分以上は 基本的に、え、ハイテク株がたまたま好調だったから、得られた分、えっと、リターンを得られたっていうふうな、そんな形で説明できるんですけども、え、残りの部分に関しては、というか、えっと、少なくない部分に関しては、え、このデータドックの独自の値動きによって達成できてもらえるリターンっていうふうな、え、そういったことで説明がつきます。で、ただ、え、2年と3年に関しては、え、これデータドックは、えっと、リターンプラスだったわけなんですけれども、 ただ、それがですね、ベータのリターンが、えっと、100%を超えていて、アルファがマイナス突っ込んでいるので、それなんで、これ要は、データドックのリターンはプラスだったんだけれども、その理由っていうのは、たまたまこの間、ハイテク株市場全体が好調だったからであって、むしろですね、データドックの独自の値動きによって、リドンリターンよりも低いリターンしか達成できていませんでしたよっていうふうな、そういったことを示しております。で、お次に見ていくのが、今見たベータとアルファの構成比率になるんですけども、こいつを見ると、 単純でいくと54%。1ヶ月で62%。で、高くても82%っていうふうな形で、このベータの構成比率が示されている。つまりはですね、50%から80%ぐらいは、このデータドックのリターンのうち50、50%から80%ぐらいは、そもそものハイテク株市場がたまたま好調だったから、得られた分のリターンということで、説明がつくんだけれども、残りの20%から50%に関して言うと、このデータドックの独自の値動きによって得られた分のリターンっていうふうな、そういった説明がつきます。で、2年と3年に関しては、 むしろデータドックを選んでしまったことによって、えっと、というか。 えっと、リターンのうち100%超える部分とか全部が、えっと、その、たまたまハイテク株市場が好調だったかなっていうふうな、そういったことで説明がつくって感じになっております。で、このベースのアルファはあくまでリドンリターンなので、えっと、実際にじゃあ999が上昇した時と下落した時に、このデータドックってどういった値動きしていたのか、こいつを確認していきます。で、まずはですね、999が上昇した時の平均リターン見ていくんですが、まあ基本的にこのデータドックは999が 上上上昇昇昇ししししたたとににははててていいいかかかも999よりも999るる高い上昇率を記録こがんじゃなないいかなと思いますじゃあ逆に、ベンチマークが下落した時に、このデータドックどうだったのかって話なんですが、これ、999が下落した時には、このデータドックも下落していて、しかもこのデータドックは999よりも下落幅が大きかったってことが確認できるんじゃないかなと思います。で、ここのですね、3年のところはブランクになってるんですが、これ要は、999がこの期間に においいては3年っていう風な投資スパンで、は下落ししませんでたたよいいううなそういったことを示しておりますでここの短日から1年に関しては、アルファが出ていたので、まあ、それなので、リスク取ってる分ですね、そのデルドロックが999よりも、そのリスク分だけ大きな損失を出しているかっていうと、そうでもなくって、むしろですね、そこのリスクを加味したリダンテは、リターンの分の分を、えっと、アルファの分で補ってるっていうふうな、要は、そこまでひどいことになってないっていうふうな、そんな形になっているんですが、ただ、アルファがマイナスに 突っ込んでいた2年とか、ここら辺に関して言うと、 え、このデータドックっていうのは、えっと、999が下落した以上の、えっと、損失を出していて、で、おそらく、え、これっていうのは、ディスクを加味しても、説明ができない分のリターンっていうのが、え、ここのアルファのマイナスによって、え、できちゃうっていうふうな、え、そんな形になるんじゃないかなと思います。え、とりあえず、え、ここまでをまとめると、ま、基本的に、このデータドックっていうのは、ま、短い期間、え、具体的に言うと、短日から1年ですね、え、この期間で言えば、ま、アルファはですね、え、多少は出ていたので、ま、それなので、え、このデータドックを買った人っていうのは、ま、結構報われたっていうふうな、というか わざわざデータロックを選んだ意味あったよねっていうふうな、えー、そんな形になるんですが、えー、まただですね、まあ、リターンの、えーえー、と大半に関して言うと、えー、そもそもこの、えー、とハイテク株市場がこの間たまたま好調だったからっていうふうな、えー、そういった形になっていてで、2年と3年に関して言うと、まあ、確かにデータロックの方がリターンは大きいんですけれども、えー、ただですね、それっていうのは、えー、ハイテク株市場がその間たまたま好調だった頃って、 好調だったことによって、まあ、100%が説明できるっていうふうな形なので、まあ簡単に言うとですね、このデータドック、このデータ、パフォーマンスが再現すると仮定するのであれば、基本的に1年までの投資スパンであれば、 えっと、アルファ出る可能性は、ま、なくはないとは思うんですけれども、え、ただですね、え、基本的に、このデータドックのリターンっていうのは、え、ハイテック株市場、え、具体的にはこのナスダックですね、え、これに結構左右されるっていうふうな、え、そういったことを、え、確認しておいた方がいいんじゃないかなと思います。で、え、2年と3年に関して言うと、ま、これもまたデータ再現するとは限らないんですけれども、ま、基本的に、え、このデータを見るのであれば、え、この2年と3年っていうふうな、え、中長期の、え、投出版というか短中期ですかね、え、こういった投出版に関して言うと、え、基本的にハイテック株がどう動かっていうふう う,ようななななななここととととにに、まあ、100%左右されれるるいいういう、えー、そんな形になるん形じゃないかなと思います、えー、とりあえずこれで、えー、と動画は,以上になりますはい、というわけでご清聴ありがとうございました。えー、こんな感じでやっておりまして、リクエスト質問感想をお待ちしておりますので、えー、コメント欄によろしければ書いてください。あとですね、えー、今の動画役に立ったなとか思っていただけたら、えー、高評価とチャンネル登録をしていただけると非常に嬉しいです。はい、というわけで今回以上になります。お付き合いいただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。